はいどうもフラちゃんです。じゃあ本日は新しく登場したこちらアウルモッド、こちらを攻略していきたいと思います。今回自分はバトルマスターでやりました。なのでバトルマスターの立ち回りとかその辺を動画にして、であとはまあ体勢とかその辺も解説できたらいいかなと思います。今回の構成なんですが、僧侶、レンジャー、バトルマスター、あとは魔物使いということで、魔物使いがバトルマスターに HP リンクをして、まあバトルマスターがこういい感じに火力を出し、それに邪魔にならないように魔物使いも火力を出していくといった構成を考えてみました。レンジャーがいることであいつの厄介なブレス、そちらを無効化することができるんで、必要な耐性というのもかなり抑えることができます。通常であればブレス耐性に加えて呪い耐性とかその辺が必要になってくるんですが、レンジャーが入ることでその辺を無視できるので、今回は毒ガード、こちらを 100% それだけで大丈夫です。まあ、ところが今回ちょっとバトルマスター初めてだったんで、毒耐性をつけるのを忘れまして、でそのままやってしまったんで、ちょっと動画の最中毒を受ける場面というのが一つだけ存在してしまいます。まあそこがね、非常にもったいないところだったんですけども、まあただ今回初めてバトルマスターやって結構いいタイム出せて、まあ結構伸びしろもあると思ったんで、まあかなり参考になるんじゃないかなと思います。アクセサリーに関してはこんな感じです。まあまず死神のピアス、まあこれなんか無理して死神のピアスにする必要はなくて、まあ、例えば魔剣の仮面とかこういったものをつけるといい感じです。必殺をチャージした時に弓ポンだったりとかバイキルトとか、まあ、とにかく自分が欲しいと思うもの、まあ、それがあるといい感じですね。まあ、あとは今回竜の鱗をつけていたんですけども、正直結構多段の攻撃ってなかったんですよ。まあ、というかないんですよ、あいつ多段の攻撃が。ということは他のアクセサリーの方がいいんじゃないかと個人的には思っておりまして、まあ、とりあえず竜の鱗をつけていたんですけども、限界王の首飾りとかこの辺であれば HP が50上がるんで、まあ、竜の鱗よりも結構恩恵は高いかなと思います。まあ、回復をね、その維持できるかっていうのが、まあ、ちょっと問題ではあるんですけども、まあ、あとは金のロザリオとかこの辺であればワンチャンやばい、まあ、要はいつでも僧侶が聖女の守りとかその辺を負けるわけではないので、まあ、そこを考えると金のロザリオでもいいのかなって感じはしたんですけども、まあ、ここは他の人の様子見ということで、まあ、とにかく今回は竜の鱗をつけております。まあ、あとは一般的な武人将軍の指輪、さらにセットのアンク、さらに今回先人のベルト、これちょっと間違えました、悪魔特攻をつけるの忘れていたんで、まあ、今回の動画初めてなバトルバスターの上ベルトも間違っていたので、もうちょっと伸びるかなって思います。あとはこちらのレプリカード、まあこれしかないんでこれしかつけておりません。あとは死竜の攻撃にハルファス、さらに HP を盛るために邪教司祭の勲章、こちらをつけております。まあこんな感じの装備と、まあそれで今回やりました。で今回装備している武器種なんですが、片手剣ではなくて両手剣、こちらを装備しております。まあというのもこれですね、悪魔系なんですよ今回。なのでこれがむちゃむちゃ刺さるわけですね。悪魔系にダメージ 15%、 これがガチでやばすぎる。もう動画見てもらえればわかるんですけど、マジでダメージがえぐいんで、まあその辺もチェックしながら見てみてください。というわけで、まあ説明長くなってしまったんですが、早速 VTR の方スタートしていきたいと思います。 VTR スタート。はい、というわけで早速見ていきましょう。まず開幕バトルマスターなんですが、まあ、とりあえず前に出ときます。隙あらばもうグレンチョウの霧もらうんで、まあ、ここでバイキルとかかるんで、隙あらばはい天下無双。まあレベル1であればこいつ結構行動感覚が遅いので、そこまで早ぶさ切りを差し込むというよりかは天下無双、まあ割と雑めにやっちゃっても大丈夫かなって感じです。まあこんな感じに。で、怒号なんかは HP リンクがかかってるので、まああと聖女とかも入ってる可能性があるので、まあとにかく魔物使いがいるということは HP リンクがかかってるんで、一緒に巻き込まれなければ大丈夫です。まあなので、まあその分火力をしっかりと出していく。テンションバーンとかもうまいこと使いながら、まあいつでも魔物使いと離れられるような距離感を保ちつつ、魔物使いはいい感じに自重しながら、で、まあ、ここは一緒に彩花ももらいながら、あとは自分が赤色ということを確認しているので、まあ、ここもいい感じに入りながら、さらに遠距離で火力も出していくプラズマブレードを使用しております。で、ここで血刃が来たんですが、まあ、ちょっと時間がどれぐらいで来るのか、いまいちこの時分かってなかったんであれですけど、ちょっとここ非常に危ない。で、一番上に魔物使いがいることを確認していたので、まあ、いい感じの距離感でとっさに突っ込みで回避することができました。で、あとは、はい、いい感じに。で、この時に、はぐれメタルさんがいつ蘇生されても大丈夫なように、ちょっと距離を空けます。
で、なんか僧侶さん忙しそうなんで、ここは世界樹の葉とかで、まあいい感じにカバーもしながら蘇生することができました。で、あとは必殺が来ているので、これをいい感じにケロベロスとか、あとはサマーソルトにしっかりと合わせていきたい。まあ多分守りの切りをやったんで、そろそろケロベロスあたりが来るかなと読んでいるんで、まあここはもうあらかじめテンションバーンとか、まあその辺で一気にテンションをぶち上げていきます。で、なんかもろもろ来ないので、まあここは適当に茶を濁しつつ、まあちょっとケロベロス待機みたいな感じで、最下の陣をいい感じにみんなと食らうと同時にケロベロスが来たんで、まあ、ここはラッシュバーンでしっかりと火力を出していきます。でもここはもう行くしかないと思ったので、もうとりあえずぶっ放しまくって、でそれでいい感じに火力をさらに出していく。で、ここで無理に壁に入らずに、もうひたすら自分は火力を出すということを意識して、で、あとはちょっと離れて、まあ、ここで行くと魔物使いと重なってしまうんで、テンションバーンとかで茶を濁し、で、あとは、まあ、いい感じにこう、で、自分の色がちょっとわかんなくなったんで、まあ、適当にこの辺に来て、で、天下無双でぶっ壊す。はい、そしたら OK です。で、ジャッジメントが来たんですが、周りに誰もいなそうなんで、ここは安心して天下無双を叩き出すことができました。追撃できたので、せっかくなんでもう一丁やって、さらに、まあ、別にあれなんで、HP リンクとかあるんで、まあ、ここは、まあ、別にうろたえることなく攻撃を続けております。これはしっかり見てからキャンセルで間に合うので、こんな感じに避けていきます。で、あとはまあこうやって天下無双6分52秒で黄色まで行くことができました。で、ここで最下なんで、またここはいい感じにやって、で、ちょっと今光栄で誰も最下の陣に当たっていなかったんで、ちょっと今危なかったです。魔物使いにいい感じに聖女がかかっていたおかげでギリギリ耐えることができましたが、本来は死んでいたんで、ここはちょっと反省するべき点ですね。で、あとは、はい、こんな感じにターンエンドもちょっと待ちながら、ここは魔物使いさんも遠かったので、天下無双を差し込んでいきます。で、ここでまたテンションバーンというか、まあ必殺が来たので、まあいつでも使えるように、まあちょっと心の準備はしておきます。で、レンジャーが壁に入ってくれたので、ここは自分は後ろからひたすら血天下。で、最下の陣も引いてくれたので、まあ、ここはいい感じに火力を出すためにテンションバーンをテンションブーストを使用しておきます。ケロブロスの同時に来たので、ここはマジでもうチャンスですね。とりあえず、まあ、少し遠目からできるプラズマブレードで火力を出していき、で、さらに全身全霊切りでもう行くしかないので、ここは火力を出していく。まあ、そろそろ HP が赤になるっていうことも分かっていたので、まあ、ここは強気に行ってみました。まあ、仮にあそこでヤバい技が来たとしてたら、もうドンバイといった感じです。まあ、ある程度リスクを払ってひたすら転化していった方が勝率的にも高くなるんで、まあ、これはやっぱルベランギスの時にも言われていましたね。で、こいつが逃げる、まあ、そう想定していたんですが、まあ、ところがジャッジメントをしてきたので、まあ、安全圏内からしっかりと転化無双を差し込んでいく。で、ちょっと仲間の位置とかを予測しながら、自分がいつでも壁に入れるような立ち位置にいます。で、聖女とかあるんで、まあ、この辺は大丈夫。まあ、こいつのサイカーですね、頭割りなんですが、多段攻撃ではないので、聖女が入っていれば耐えられます。あそこもしっかり。で、ちょっと毒耐性持ってなかったんで、ここは自分で、特毒消しを使って、で、あとはレボルスライサーとかその辺の効果が入っているので、まあ、ここは天下無双でひたすらと火力を出していきたい。素晴らしい。ガチで悪魔的ダメージですね。もうこれはガチでやばすぎる。で、はい、ここ見たんで、はい、避けてから、天下無双で、ひたすら火力を出していきたいと思います。で、ちょっと危ないので、ここは突っ込みで、陣の中に急ぎます。で、はい、終わった瞬間に天下無双をさらに差し込んでいく。絶対レイドなんで、まあ、ここも横から天下無双を差し込んでいきます。で、ここもいけそうなので、まあ、ちょっと読みながらジャッジメント、いつでもね、安全な技だったら天下無双、やばければそのままキャンセルみたいな感じで、タイム的には5分46秒ということで、かなり早いタイムで討伐することができました。
はい、というわけでいかがでしたでしょうか。まあ、今回紹介したのはバトルマスターで、まあ、あとはレンジャー入りの構成なんですが、魔法使いとかその辺を入れた構成とかもいろいろ試したんで、まあ、それは後々動画で出していきたいと思います。まあ、レベル2が倒されて、で、あとは2周ぐらい多分したら、テンプレ構成っていうのがおおよそ決まってくると思うんで、まあ、今回はあくまでもこう様子見ということで、まあ、バトルマスター、あとレンジャー、さらに魔物使いでリンクする、そういった構成で今回は試してみました。まあ、他にもいろいろあると思うんで、まあ、例えばこちら職業で戦士とか、まあ、この辺でも最初の方やっていたんですけども、まあ、ちょっと火力不足感がすごいかなって感じなのと、まあ、ただあとは新刃、それが結構強かったです。怒号をワンチャンもうみんなで食らっちゃったとしても新刃さえ入っていればみんな耐えられるんで、聖樹の守りなしにそれが耐えられるっていうのは結構でかいかなって思います。また僧侶なんかはもう必須職業ですね。まあ、聖樹の守りが使えるんで本当に相性がいい。魔法使いなんかもさっき言った通り構成的にはまあ十分ありかなって感じ。武闘家もあり、で盗賊なんかはちょっと火力不足かなって感じがあるんで正直ないかなって感じ。旅芸人もまあなかなかいいんじゃないかなとは思うんですけど、レンジャーの枠を潰してまでもって考えると少し微妙。バトルマスターはガチで今回 DPS ナンバーワンだと思う。で、パラディンで押し込んでる人もいました。魔法戦士も魔法構成だったらありだと思う。レンジャーもかなり物理職業では最強。で、あとは賢者なんかもまあ、魔法構成だったら全然ありっすね。で、スパスタはなし、魔物使いも、まあいい感じにこうバトルマスターを引き立てる。そういった意味でもめちゃめちゃ強かった。道具使いに関しては、もしかしたらレベル2ではかなり需要が高まるかも。踊り子に関してはね、結構難しいですね。火力は出しやすいんですけど、まあ生事故をやることが多くて、意外と火力が出せなかったりする。まあ結構そういう人何人も見た。占い師とかもまあ割とありなんじゃないかなって思うし、天地雷鳴師もレベル1であれば全然いいと思うし、遊び人はタイムアタックであればまあありになってくるのかなって感じ。デスマスターはゾンビ構成でやるんだったら全然ありだし、魔剣士に関しても今回闇耐性とかその辺が結構薄いので、まあ、全然ありかなと。海賊がちょっと難しいけど、もしかしたら何かしらで化けるかもしれません。まあ、全職業のフラちゃんの評価としてはこんな感じですね。まあ、他にも色々こう意見とかあると思うし、まあ、今回フラちゃんがお試しでやったバトルマスターだったんで、もっとバトルマスターが上手い人から見たら、これができるとか、なんならこれが危ないとか、たくさんアドバイスあると思うんで、その辺はぜひともコメント欄の方で教えてください。今回の動画がためになったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さんまた会いましょう。さよなら。